はい、どうもみさんこんにちは、ラオ先生です。さあ、今回はオール3の人たちとオール4の人たちは何が違うのか、その大きな違いというものをね、徹底解説していこうと思います。結論から言います。こちらです。普通の基準が違うんだよと。どういうことか、オール3の人たちが持っている心の中のね、俺らの普通と、オール4の子たちが持っている私たちの普通っていうのは全然違うものなんだよ。じゃあどういう風にすれば4まで成績が上がるのか、そのね、簡単な方法というものを解説していくので、一緒に頑張っていきましょう。いきますよ、レッツスタディ。まず一番最初、まずは提出物に対する意識の違いです。提出物を出す前日の完成度にその意識が現れてきます。オール3の人たちは前日の完成度が 20% である。そしてオール4の人たちは提出物の前日の完成度が 80% である。でこの違いがね、まあ、めちゃめちゃあるんですよ。でこの違いは一言で集約すると何かというと、提出物を出すゴール地点っていうのが3と4の人たちでは全然違うんです。3の人たちっていうのは提出物をとりあえず出せることを目標にしてる。だから提出物の前日にね、まあなんとかやりゃね、まあとりあえず最悪答え移せばとりあえず出せるし、なんとかなるっしょ、でそういう風にして思ってるんだよね。だから前日まで舐めた態度を取ってるんです。ね、オールさんの人たちも一生懸命頑張ってる。それはよくわかるんだけれども、前日の完成度が極めて低いことがオールさんの人たちには多い。じゃあオール4の人たちっていうのは提出物に対してどういう意識があるのかというと、提出物を出すだけではなく、もう一度同じ問題が来た時に自分の力で解けるようになるかな、そこをゴールにしてるんです。だから提出物を出す、その例えば問題集、学校のワークであったり、あとは理科のレポートであったり、そういう風なものの提出物っていうのを出すだけではなくて、しっかりと自分の力でできるかどうかっていうのをゴールにしてるんです。で自分の力でやるためには、例えば50ページ学校のワークの、ね、提出があった、そうなった時に残りの 20% がもうどれだけ大変なのかっていうのがオール4の人たちは分かってるんです。答えを移せば確かに早い、だけど答えを移さず自分で考えることが一番の自分のためになるっていうのがオール4の人たちは分かってるんです。だから前日の完成度っていうのがオール4の人たちはある程度完成している。でこれがものすごく大事なポイントなんだよっていうのは一つ押さえておいてください。さあそれから2つ目、オール3の人たちにありがちなパターンとして、テストの点数はある程度高得点が取れる、だけれどもそれに甘えてしまって私まあそこそこできんじゃねっていう風にして思って、でもさあそうやって思っちゃってるからちょっと態度舐めてんだよね。そう、授業態度の時も、あ、まあ私点数取れるし、まあとりあえず先生の話聞いててもまあ私点数取れるしなるんだよね。そうだから全然その授業態度を改善しようっていう風な素直な心があまりない人の場合が多いです。でそれかもしくはテストの点数は全く取れない、だけれども点数で取れないということは自分分かってるから、とりあえず授業態度とノートの綺麗さだけは完璧にすると、ね、もうノートに関しては5色6色使ってね、先生の大事なところ、先生が言ったところめちゃめちゃ書くんだよね。そして授業態度も先生のことキラキラした目で見てると、ね、そういう風なこと、もうテストが取れないからその代わりにこっちで挽回したろうと、そういう風にしてオールさんの人たちは思ってるんだよね。じゃあなんでそれで3なのかと、ね、これも十分4とか5とか取れねえのかっていう風なお話なんだけれども、オール4の人たちはそもそも基準が違うんです。テストの点数が65点だったとしてもそれでは絶対満足しないです。それはなんでかっていうと、65点よりも上の人たちはたくさんいるから。だから自分の中で少しピンチ、65点、あれもしかしたら3になってしまうかもしれないっていう風なピンチ感があるんだよね。だからノートに関してもある程度プラスアルファ、まあ、先生の言ったことでちょっと大事そうだなって思ったところとかね、全部は書かなくとも、まあ、ちょっとプラスアルファの部分だけ書いていて、そしてここすごい大事、先生の目を見て授業を聞いているっていう風なお話なんです。でここでね、ここに書いてあるんですね、授業は7割聞いていないと、ね、授業なんて聞かなくても先生の目を見ることはできるでしょ、ね、あの先生すごいなんか二重で綺麗な目してんな、ね、全然大丈夫なんだよね。そう、先生の目を見て授業を聞きさえすれば4は取れるんです。だからノートはプラスアルファまで一応3色か4色書いておく、そして先生の目を見て授業を聞く、テストの点数だけじゃなくてしっかりと授業の面でもちゃんとある程度努力をしている子が4っていうのを取りやすいんだよ。でそういう風にして思っておいてください。そしてここがねめちゃめちゃ違うんですよね。オール3の人たちっていうのはこれどちらかのパターンの人がものすごく多いです。だけどオール4の人たちっていうのはアンドなんです。
じゃあもう一個の条件は何かというと、いくら苦手で嫌いな教科でも40点は確実に死守してます。どういうことか、学校の定期テストの点数っていうのは40点は取れるようにできています。それでオールさんの人たちからしてみればね、テストの点数40点なんて取れるわけないじゃん。でそういう風にして思う人多いのよ。でもね、この40点ってなぜ40点なのかっていうと、学校の定期テストの点数は40点は努力で取れるのがほとんどだからです。例えば何かというと、英語のテスト、英語の期末テストとか中間テストで英単語の問題っていうのは教科書のことを覚えりゃ解けるよね。それからね、それから長文問題だって一つは教科書の内容の文章っていうのが出てくるはずなのよ。だから教科書の文章を暗記さえしていれば英文すら読まなくても問題文だけを見て回答ができるよね。そういう風にして少しでも問題に対する力っていうのをつけようと思ってるんです。だけどいくら苦手で嫌いだから、めちゃめちゃ嫌いだから初見の問題は解けないわけで、残りの60点っていうのは初見の問題です。だから40点は確実に取る、その他は捨てる。でそういう風にしてうまくやりくりしてるのが4を取る人たちなんです。で40点を取った科目に対してはオール4はね、4を取るのはなかなか大変だよね、40点でね。だからめちゃめちゃノートしっかり書いて先生の目をキラキラした目で見るとね。だからここのオール3の人たちで諦めてしまっている点数稼ぎというものをオール4の人たちはある程度頑張れているんです。それがオール3とオール4の違いになります。そして最後です。もうここに全て集約されています。オール3の人たちは自分よりも下を見て安心している人が多いです。一方でオール4の人たちは自分より上を見て不安になっている人が多いです。これどっちもどっちなんですよね。結局上を見たって自分は自分なんだから自分の中のベストを尽くせばいいだけな話だけど、オール3の人たちっていうのは自分よりも下を見てね、40点30点20点の子たちを見て2を取ってる人たちを見てるから、私はできる方の部類に入るんだと。特にこのテストの点数取れるやつね。でこれはね、めちゃめちゃこれをやりがちなんですよ。だけど本当はそうじゃない。お前のゴールは3なのかと。違うよな、お前のゴールは4だよな。だから4を取るためにはどうすればいいのか、4のやつを見ろ。それが一番4には近づくコツなので、ね、だからオール3の人たちっていうのはオール4の真似をしてください。オール4に届いてなかったら自分を責めてください。それぐらいシビアな環境じゃないとオール4っていうのはなかなか取るのが難しいんだよ。そういう風なお話。じゃあこちらはオール4の人たち、自分より上を見て不安になりがちと、ね、自分では定期テスト65点だったとしても80点のやつを見てマジかよ超ピンチじゃん俺なるんだよね。そうでもね、全然いいんですよ。だって4取れてるんだもん、十分だよ。で4から5に上げるためにはじゃあどうしていけばいいのか、3から4に上げるためには具体的にどうしていけばいいのか、これはね次回の授業でやっていこうと思うので楽しみにしてくれればいいなというふうにして思います。さあそれでは終わりしましょう。元気キンガンクエイキンパワーバイオンにモチベーションブルールトップコーンにてる世界を作る授業をこれにて終了。バーイ。